ジョン・シュミット作曲、ウォーターフォールです。すごくリズムが、ね、ノリが良くて、しかもあとこの水の水滴とかね、飛び散ってる様子とか、すごくとってもあのよくって伝わってきました。まあ、これちょっとクラシック寄りの意見なんですけれども、もしできたら、あの同じ、ずっと同じ音量だったから、もうちょっと小さなところも少しやってあげると、大きなところももっと生きてくるかなっていう、そういう感じがしました。あるいはあの大きなところはもっと大きなの出ますか？いや、あの、ピアノっていう楽器は実はあの出せる音量って決まってるんですよ。楽器によって大体決まってるので、それを無理してやってもあんまりいい音しないから、やはりどっちかっていうとこう静かな音をうまく使うことの方が演奏のメリハリが出て、よりお客さんの心をつかみやすいと。ちょっとそのことだけ工夫してみたらどうでしょうか。でもとっても楽しかったです。ありがとうございました。